皆さんこんにちは。第494回どんどん夢が叶うメディカスでございます。今夜も素敵なゲストをお招きしておりますが、まずこの番組はですね、最初にオープニングがありまして、はい、そのオープニングをね、流してから始まりますけども、エリさんは右手で、私は左手で、はい、メディカススタート、これで始まりたいと思いますね、はい、いきますよ。第494回どんどん夢が叶うメディカススタート。ということで、改めまして第494回どんどん夢が叶うメディカス、本日のゲストでございます。ちょっと待ってね本日のゲスト、フューチャーエデュケーションスクール代表、そして絵本メンタリング協会理事の山野恵里さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。こちらこそです、ありがとうございます。やっと出ていただきました。もうね、エリーさん忙しいからね。でエリーさんと出会ったのは何しろもう8年前出会ったのは、はい、ね、まあ、その間いろいろお互いありましたよ、はい、ね、でさっきも話したらもう出るわ出るわいろんな話がねということで、今日はね本当でもねいいお話今日ね、お聞きできると思いますんで、ぜひ皆さんね最後まで聞いていただきたいと思いますが、まずねこの番組について、今日初めてね見てる方もいると思うので、はい、この番組は、はい、どんどん夢が叶うメディカスという番組で、2010年の5月から始まった1時間のインターネットテレビの対談番組なんですね。で毎週火曜日の20時から、始まりまして、今年でですね10年目に入りました。すごい。今回は494回、来年早々に500回を迎えるという。そうで、来年はちょうどね500回、メディカス500回で、私の会社が、創業100年なんですよ来年ね。で私が還暦ということで、このトリプル、これをお祝いする会をね、来年の10月の27日の火曜日の14時からこの武蔵小金井前にある宮地楽器大ホールでやりたいと思ってますので、ぜひ皆さんね、足を運んでいただきたいと思います。もうそんな先の話かよって言われるかもしれませんけどねまあそのね、インターネットテレビこの10年間やってきたことで、まあいろんな私もですね夢が叶いました、はいはい、例えば、このねテレビのずっとブランカの向こうで憧れてたいろんな方々をゲストにお招きすることができて、ね、例えば何でも鑑定だとおなじみのおもちゃの鑑定士北原照久さんとか、歌手の岩崎宏美さんとか、異邦人でおなじみの久保田早紀さんとか、ミスターサマータイムのおなじみのサーガスの皆さんとか、あとはキャプテンとかね、そして山野恵里さんとか、こういうね憧れの方々をお招きすることができた、この番組を続けてきたからなんですよ、ね、でまたあの20代の頃ね、シンガーソングライターになりたかったっていう夢を、この番組をきっかけに CD まで出してしまいましてね、オープニングはあの僕のオリジナルソングなんですけどね、まあ、そういうことがね、このライブ番組を続けることでね、そういうことで実現できて、今はそれを皆さんにお教えしてる
あの印刷会社はずっと3代目やってきたんですけども、はい、今ほとんど印刷の仕事なくなっちゃいました本当にこっちが忙しすぎるんじゃないそうだからもう今動画のねコンサルティングとか講座の方をしてまして、うん、この、ライブ番組のやり方とかねオンライン講座とかもうそういうね、コンサルティングを今やって、うん皆さんのお役に立てるっているのかなっていうようなね状況でございます。でこの番組は皆様から参加型、はいね、コメントいただいて、はいコミュニケーション取れますのでぜひですね皆さんコメントしていただきたいんですが、あの今日、はい、なんかプレゼントってあるんですよ。あります。何でしょう、はい、絵本で読書会というものにね、うん、ご招待したいと思います。 ありがとう。それ、場所は東京なの？場所はですねそのやりきたいなって思ってらっしゃる方に合わせようかなと思ってます、うん、本当ですか？はい、もうぜひ体験していただきたいのでねえ、ということでね読書会を開催してくださるってこと？はい、すげえということですよ皆さん。でこの読書会を開催しているプレゼントのためには皆さんシェアが必要ですね。後で確認しますので、シェアをしてくださった方の中からこの番組中にね、プレゼントしたいと思いますので、ぜひ皆さんねシェアをよろしくお願いしたいと思います。シェアわかるかな？スマホで見てる方は今コメントとか読めてたら左下のシェアというねボタンがあると思う。あ、そうそう。でぜひねあのエリさんもぜひシェアの方ね、はい、私もシェアしますんでね。ちょっと待ってね、最初に僕がシェアした方が分かりやすいと思うのでちょっと待ってね。ねいつもね自分の番組は分かんない。あ、これだこれ。ちょっと待ってくださいね。今ね私のページを見ていただければ多分一番上にね、ちょっといやちょっと待ってね、これ一度やって、これだ。でこれのあちょっと音を消して、あちょっと待ってね。でここをボタンを押してで これで自分のタイムラインで、はい、グループでもシェアできるんで、はい、あのじゃあまず自分で、はいはい、で僕もグループの方にシェアをして、でこれで投稿ボタンを押すんですよ。あ、そうですそう、投稿ボタンを押せば大丈夫です、はい、でグループとかないんですか？なんかその絵本のグループ、うん、グループでそれで自分こういろいろグループが出てくるんですけど、そこの入れて出したいところね、別にあの無理にとは申しませんが、はい、さあということでね皆さんシェアしてくれたかな？よろしくね。ねえ今日参加型ということでねコメント待ってますよって言ったらもうすごいコメントが、年成さん大阪からこんばんは、水越先生、えりさん、はじめまして、大阪から見ています、ありがとうございます、頑張ってください、ね、上山紀子さん、兵庫県一の美女、ね、水越さん、えりさんこんばんはということでね、こんばんは、松原さん、水越先生今日はよろしくお願いしますということで、ね、よろしくお願いします。松村さんありがとう。ヨネちゃん、伝えるチャンネルというね僕の文科生で伝えるチャンネルという番組をやってるね、はい、統計学の先生でございます。綺麗で実績の大きな山野恵里さんこんばんは、はじめまして、水越先生こんばんはね、僕の場合何もつけないというね、ありがとう。カナダさん、この曲カラオケでもあるんですから、冒頭にね流したオープニングは私の、オリジナルソングでございまして、残念ながらカラオケありますあの私の CD にはね、あ、入ってないわ、ということでカラオケありません入れたいねカラオケ、うん、小杉さんこんばんは、えりさんありがとうございます。赤ちゃん元気ですか？元気ですか？ありがとう。高井ちかさん、ね、ちかちゃんね、大阪です、大阪から、えり先生、水越先生こんばんは、こんばんは、ありがとう。ヨネちゃん、冒頭で MC のオリジナル曲を強制的に聴かせる番組、その通りありがとう。川尻さん、川尻さん、こんばんは、エリさん、水越さん見てますよって、ありがとうね、ありがとうございました。私ね、川尻さんと確かつながったんですよね。あ、そうなんですか、これね、ありがとう。ミサエさん、ミサエさんありがとう。沖縄です、沖縄にて楽しみに見ています。この方も講師です、講師の方、うん、講師がね今日いっぱい見てるんですよ、うん、ありがとうね。あ、みゆちゃんだ、矢野みゆきさん、矢野みゆきさん、えり先生素敵、みずさんこんばんは、ありがとう。関西です ね、大利田さんありがとう。大利田さんはね、大利田さんも私の今文科生で FLTV マスタースクールをね受講中でね、ありがとう。みずこ先生、山野さんこんばんは、シェア完了ですということでね、 ありがとうございます。なんこの方は香織さん、香織さんね、えり先生こんばんはということで、ね、香織さんありがとうございます。福岡ですよ、福岡から、はい、
昨日会いました。いや本当皆さんたくさんのコメント、もう続々コメント待ってますからね、よろしくお願いします。さあということでエリさんとね、私が会ったのは8年前ということでしたけれども、はいはい、エリさんもともと塾をスッチじゃない、あそうそうそう昔 ね、 ねスッチスッチアーですね、スッチね、はいね、そうですそうです、青い翼の方のね、はあ、おいそう、はい、言っちゃダメなの、いいですよ、はい、どちらですかANA でございます、 ANA でございます。それは最初からもうスチュアーデスだったんですか、そうですそうです、それ何年ぐらいやったんですか、本当ね、結あの当時はですね、やっぱり寿退社が良かったんですよ、へえ、入った時は定年35だったんですよ、ええー、本当にすごいですよね、今だったら大変ですよね、うん、そうなんです、だからでも私がいる間に定年はだんだんなくなってきて、うん、でも地上に降ろされるんです、35以上地上に降ろされる、地上に降ろされる感じだったんですよ、でその時代にやっていて、で結婚する時に辞めたので5年ぐらいで辞めました、うん、その後は主婦、主婦です、じゃ結婚して2年ぐらいしたらカナダ行っちゃったので主婦です、それはご主人の仕事の都合で、そうそうそう、主人の、うん、海外転勤に行ってカナダで、カナダどのぐらい、カナダに5年半いました、5年半、うん、下の子が0歳で行きました、どうでしたカナダ行って、よかったもう本当よかったです、何カナダのねトロントっていうところなんですけど、トロント、はいはい、やっぱりね日本人の少なかったんですよ、うん、だけど時間がゆっくり流れてて、うん、すごく人間らしい生活ができました、自然はいっぱいあるし、リスはいるし、ウサギは来るし、人もねすごく良かったです、うん、まあ、中にはねおばあちゃんたちは日本人っていうとイエローみたいな感じの人もいました、あそうなんだ、だけどほとんどの人はそういうのがなくて、治安もいい、治安も良かったです、どっか行っちゃいけないっていうところはなかったですね、トロント、うん、トロント、それ何年ぐらいいたんですか、5年半です、はあ、うん、じゃあそこでお子さんを育てたんですよ ね、 学校は、学校は現地校です、うんうん、よかったんですか、よかったですよ、よかったもう、ね、一学年一クラスなんですよ、それまで20人ぐらいの、へえ、っていうことはどういうことかっていうと小学校の数が山ほどあるっていうことなんですよ、へえ、そういうことなんだ、うんうん、クラスを増やすんじゃなくて、増やすんじゃなくて、で一クラスだけで、で先生がいて、でそこにボランティアの私たちが行くわけですよ、毎週何曜日は誰ねみたいな感じでボランティアに行くんですよ、だから先生はじゃあお絵描きしますって言ったら、まあ、向こうはあんまりクレヨンは使わないんですけど水彩とかなんですね、こんなだったらこうやってた、そういうのをバーッと用意したりとか、じゃあ絵本読みますって言ったらバーッとそれを片付けたりするのは全部私たちで、先生はもう本当に子供たちを見てればいい感じだ、はあ、だから先生の気持ちがすごくゆったりしてるんで、子供もゆったりしてるし、日本と全然違うね、全然違います、だからおっとりしてますみんな、へえ、いいな、よかったです、本当に伸び伸びしてました、へえ、うん、憧れるなそういうのね、帰りたくなかったもん、あそんな感じ、うん、帰りたくなかった、でそこに8年5年、5年、5年いて、うん、まあ、日本戻ってきて、うん、どうでしたか、あのね、まずは下の子が0歳で行ったので言葉はたくさん聞く時期じゃないですか、0歳って、でも家の中で私と2人ですよね、でテレビは英語でしょ、だから両方とも絶対量が足りないんですよ、英語を話すだけの英語の量も聞いてないし、日本語を話すだけの日本語の量も聞いてないわけですよ、でどうしたかって言ったらもうしょうがないから日本のビデオを見せたりなんかして言葉を補ってたんですけど、あんまそれはやっぱり今から思うと良くないことをしてたんですよね、で、日本に帰る段になって、これは小学校に行ってから帰ったこの子苦労するなと思って、うん、幼稚園からパパを置いて帰ってきたわけです、1年でも幼稚園入れなきゃ、うん、でもそこは結構帰国子女に慣れてる幼稚園だったので、みんなが授業なんかみんなでやっててもふーっと校庭出てって、うん、一人で自転車乗ってても帰国子女だねって言って先生が見ててくださったので、へー、それは良かったね、すごく良かったです、それは、へー、うん、なかなかないよね、ないですね、うん、そこはね本当にね帰国子女が多い幼稚園だったので、それでね、なんか塾を始めた、そうなんですよ、でね、また毎年毎年うちの主人は商社だったんで、どこどこへ出る、どこどこへ出るって言われるわけなんですね、じゃあっ
って言ってたんだけど、もう娘が6年生になった時にちょっとなんか来年出ないみたいっていうので、じゃあ受験するって、うん、でうち2つ違いなので、どっちかが帰国子女枠に引っかかって帰ってきても、どっちかは帰れないことが分かっているので、っていうことはなんかキリスト教系の学校に入れとくと平等のなんとかで、うん、例えばその後進国に行ったとしてもキリスト教系のプライベートスクールに入れてもらえたりとか、帰ってきた時もまた受け入れてくれたりがあるって言ったので、じゃあっていうので塾に入れたわけですよね、うん、だけど全然その息子も娘も性格も違うし得意なことも違うのに、こうみんな一緒じゃなくちゃいけないとか、もう偏差値がどうこうとかっていうのに、ね、私疲れちゃって、でもういいと、あの自分がやれるだけやって行けた学校があなたの学校だからみたいな感じだったんですけど、うん、でもその時にあこの教育はやっぱおかしいなと思ったんですよ、うん、がなんかやっぱりあの子どもの個性をちゃんと認めて、その中でその子が向いてることをしっかり伸ばしてあげたら、他ができなかったとしても彼らは生きていけるし、自分に自信も持てるし、あのもっと生き生きできるなと思ったんですよ。嫌いなものの中に才能はない、絶対能力はないと思って、うん、なのでちょっとこう得意なことを伸ばしてあげられる塾を作りたいと思って、自分の子供を入れたい塾がなかったことから立ち上げたんです。じゃあ私やるみたいな、やろうかなと、うん、で最初はだから英語だけとか教えてたんですけど、だんだんやっぱりその教えてたっていうのは最初から生徒さんいたの？いたんですよ、教えてみたいにしてなんか来たんですよね。へえ。教えてた。何人ぐらいで最初やってたの？最初はですね、ね、20人ぐらい。いきなり20人？うんうん、すごいな。なんでかわかんないんですけど集まっちゃって、それでだから同じような思いのママたちがいたわけですよ。やっぱりそのあの地域は帰国子女が多かったことからちょっと違うよねって思ってるママたちが多かったんだと思うんですけど。それで初めてで、結局駐在出た時はもう下の子も中学校になっちゃってたので、もうあの次は一人で行ってらっしゃい、単身赴任に落としてもらい、でじゃあ私はやっぱりこの子たちっていうか他のママたちからもいろんなリクエストもあったし、もっともっとその個性を伸ばしてあげれる、そのちょうど NLP とかも資格を取ってたので、コーチングする塾を作りたいと思って、あ素晴らしい、ね、それであの先生たちも全部コーチングをやってる NLP の後輩だとかコーチングをやってる人たちで固めて作って、28年ですもん。え塾、はあ、全然知らなかったこれ全然知らない、聞いてたのかな8年前にお目にかかった時だからさ、話をしたはずですそうだよね、きっとそうです、そうです。いやもうとにかくちょっとね、どこまで読んだっけな、あここだ、のぞみさん、えり先生こんばんは、楽しみ見てますってことね、うん、渡辺やす子さん、やっちゃん、えり先生シェアしました、ありがとう、めぐみちゃん、これなんていうの、いやあ、かずみやめぐみさんの、めぐみさんね、えり先生素敵です、ありがとうございます、楽しみです、ありがとう、ありがとうございます、みんな講師の方、この方のなんていうの、アムロさん、え、あ違う、エリ先生間に合いました、楽しみです、はい、ありがとうございます、ちょっとな名前なんていうの、よしさんかな、うん、ごめんなさい、呼び方わからない振り仮名お願いします、みやさんね、みやちゃん、あ、オリトさんね、シェア完了ありがとう、ありがとうございます、及川あこちゃん、ありがとうございます、エリ先生こんばんは、楽しく拝見させてもらってます、すっげー、これ皆さん何、みんな講師の方、あのね、エリ先生は今その後でまあお話ししようと思ったけどもあれですよ、なんだっけ、なんていう絵本メンタリング協会っていうのを、うん、まあ立ち上げたのは2年ぐらい前、そう2年前です ね。これどういう協会、2017年ですね、絵本はねボランティアのものっていうふうに思ってると思うんですよ、大抵の人がね、で絵本の良さって論理的にいくつか語れますはでしょ、絵本を語る、うん、絵本の良さって何だと思います、あ良さね、絵本の効果って何だと思います、効果、あそれ聞かれると難しいね、そうでしょ、うん、なんとなく
いいのは分かってる。そう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 、なぜいいのかとか、うん、どういう効果があるのかとか、エビデンスだとか、うん、みんな知らないんですよ。それを全部、うん、あの講座の中で伝えていくんですね。例えばあれはなんか効果あります、あります。まず最初に、まあ、皆さん分かるのは語彙が増えるとか、あでしょ、ね、で国語力が、ね、とかできるでしょ。でもね、実はね、そのストーリーの中から主人公の気持ちになって共感力ができたりするでしょ、うん、確かに、うん、そしてその動画と違って次のページめくるまでのストーリーって全部イメージでしょ、イメージはね、想像力ができるんですよ。そう、大事ですよね。大事でしょう。うちの息子もね、うちのかみさんもすっごい絵本を選んできて、そうだった、読ませてましたよ絵本は。そうだったんですね。だからああいう素晴らしい、いやだからっていうか分かりませんけど、ね、まあ水越さんより絶対モズ君の方がファンが多いですってそれは否定しません。はい、はい、あのおかげさまでね、はい、そうそう、それで何、それであのそうそうそう、だからその絵本の効果をね、うん、ちゃんと科学的にも、みんなに分かってもらうことによって、お母さんが夜寝る前に、あもういいやと思って、今日眠たいし、もう何時だから早く寝なさいとか言ってるのが、うん、何を言ってもたとえ寝るのがね5分10分遅くなっても絵本を読もうって思うわけですよ。でその絵本を読み続けてもらうと、子どもの IQ がね自然に勝手に上がっちゃうんですよ。すごく脳を刺激するの。でお母さんの声が実は一番脳に届くんですよ。なるほどね。で親子の絆もできるでしょ。うん、一日の最後に親子がね温かく、いや子供にとっては至福の時間ですよね。そうなんですよ、そうなんです。だからそういう効果があるんだよってことをバーってあげたら30ぐらいあるんですけど、それをお伝えすることによってママが絶対本を読もうと思うわけです。今さね、スマホとかタブレットでさ、とにかく見せとけば、うん、YouTube 見せとけばいいっていう、うん、まあ皆さんじゃないですけど、うん、そういう方もたくさんいらっしゃるから、うんうんうん、まあもちろんね、そういうのを見せるのが悪いってことじゃなくて、うんうん、共存していかなきゃいけないと思うんですよね。そう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 、デジタルとアナログと両方やっぱりね、これからの時代は、うん、あのデジタルを否定してたら生きていけないと思うんですけど、ただ子どもの脳の成長発達っていうのをちゃんと知ると、あまりちっちゃい時にはよろしくないかなって、うんっていう影響がねたくさん、何かね、まあ、絵本もそうだし、何か触ってこう作ったりとかね、うんうんうん、そういうの大事ですよ ね、 そうね、いろんなね髪の匂いとか ね、そういうのも大事ですよ ね、 すよね、うん、なるほど。そういうことを、そう、私たち、そうなんですよ、私ともう一人代表の中曽根、沖縄在住なんですけども、まあ、2人で立ち上げて、まあ、理事2人なんですけど、2人でねあのいろいろ伝えていても、うん、やっぱり限度があるじゃないですか。そうですね、であとは絵本講師になることで、うん、絵本はボランティアのものって言ってた、そのねボランティアって無責任でもいいんですよ。こう伝えて、それを相手が取りたいように取ってくれたらそれで終わり、責任ってあんまりないじゃないですか。でもお金をちゃんといただいて講座をするっていうことは、絶対にその方にこの絵本の効果を知ってほしいし、生かしてほしいってなるわけですよ。で受けた方もお金を払ってるからしっかり真剣に聞こうってなる。でそこに価値の交換がしっかりできるので、余計その絵本の効果が広まると思うんですよね。なのでそういうやり方をしているんです。これそれで、いや EQ 絵本講師っていうの、そうなんですよ。これ何、IQ、 商標、そうなんですよ、ね、商標登録取ってるんです、うん、IQ っていうのは知能指数じゃないですか、うんうん、でも私たちが言ってる IQ っていうのは偏差値だとかテストの点数じゃなくって、自分が学んだことをどうやって自分の人生に生かしていくのかとか、それ大事、社会に貢献していくのかとか、ね、毎日の生活の中に生かしていくのかとか、でそれ、そういうことを学びとするものが私たちは IQ と思ってるんです、人間で。それに対して EQ 力っていうのは心なんですよね。心のね、知能指数って言われるものなんです。だから人間力だとか共感力だとか、自分自身をコントロールしたり、あるいは逆に鼓舞させたりとか、そういう力がないと、それが一番大事だと思うんですよね。だから IQ がいくらあっても、その EQ 力がなければ社会で生かすこともできないし、貢献することもできないし、人生で生かせないでしょ。この2つはとても大切というので EQ 絵本講師っていう名前をつけたんです。その EQ 絵本講師を今増やすべく、はい、全国でセミナーやったり説明会をね、うん、やられてる、はい、でついこの間もどっから帰ってきたの。福岡から帰ってきました。
その前日は大阪でした。大阪全国を回ってらっしゃるところですよね、はいはい。ちょっと待って、どこまで読んだっけな。あ、下地さん、あ、沖縄ですね、こんばんは。ありがとう。えつこさん、えつこさん、ありがとう。小井田えつこさん、えり先生こんばんはってことだね。マリコさん、マリちゃん、広島、キーマリコさんかな、うん、エリ先生、水子さん、こんばんは、楽しく見てます、ありがとう。ありがとうございます。水子さん、エリ先生、こんばんは、素敵です。沖縄から応援してますね。よしみさん、ありがとう。小川、ちみちゃん、エリ先生、水子さん、この後あるかな。ありがとう、ありがとうございます。カムさん、第494回どんどん宮からメディカさん、おめでとうございます。水子さん、エリさん、こんばんはということでね、神戸と書いて神戸と読みます。神戸と書いて名古屋にお住まい、おお、読んだよ、はい。中尾さん、あちゃん、ですね、えり先生、素敵です。ありがとうございます。楽しみに見させてもらってます。すごいな。鹿島直子さん、えり先生、ね、ありがとうございます。あけみさん、あけみさん、えり先生、楽しみに見てます。すごいな。直子さん、見てます、楽しんでください。ももちゃんより、ももんちゃんより、ももんちゃんですね、ももんちゃん、どんどこももんちゃんという絵本があるんですよ。へえ、もうね、ぴったりなの、彼女のキャラクターが。うん、あ、幸子さんね、桐山さん、ありがとう。こんばんは、エリさん、楽しみにしてました。新学期、ゆうこりんだ、沖縄ですね。エリ先生、沖縄からゆうこりんです。見てます。一級絵本講師になって、毎日が楽しいです。ありがとうございます。嬉しいじゃないですか、彼女、この間、ベトナム行ったんですよ。うん、ベトナムから、招致がかかって、うん、日本の大使館とかが関わって、副首相も、同席するような、日本にジャパンデイっていうのがあったのか、そこで絵本のことをやってほしいっていうので行ったんですけど、彼女ね、8ヶ月の子供がいたんですけど、ね、一緒に行ったんですよ。すごいね、皆さんね、うん、まあ、あのね、本当、まあ、そのでも何、その塾やってたでしょ。でどっからその絵本になってくるわけ。ですね、塾で、授業をしていてね、その見えない学力ってあるなと思ったんですよ、うん、だからなんかこの辺ね、緑とかね、私この間もちょっと描いたんですけど、緑に染めたりするようなバンドをやってるようなチャラチャラしてる子でもね、パッと毛音が入ってくるわけですよ、自分の進路、行きたいとこに、うん、で脳が溶けるほどテニスしてるような子でも、サッカーしてるような子でも、自分が行きたいっていうところにサッと行ったりするんですよ。で片やもう一生懸命勉強して真面目にやってるのに、なかなか伸びない子もいる。でその差は何かなと思ったら、ずっと辿っていくと、幼少期にどんな経験をしたかとか、どんなものが見えないうちにインプットされてるかっていうのがむちゃくちゃ大事だっていうことが分かって、それが絵本の読み聞かせでできるっていうことが分かったんですね。なので塾に来る前の、まあ主に小学校前のお子さんたちをお持ちのお母さんに、これは私が知ったからには絶対伝えたいと。だってそしたら好きなことやりながら、自分がこういう風になりたいなと思った時に、その進路に行けたらいいじゃないですか。そんな辛い思いして嫌な勉強しなくたっていいと私は思うんですよね、うん、なのでこれちょっとお知らせたいなっていうところで、もうなんか塾の方はちょっとこっちへいろんな方にお願いしながら、もう絵本のことで飛び回って、でやっぱこれは講師の方たちと一緒にやったら、もっと早く絵本がね、絵本のステータスが上がるなって思って、教会を立ち上げた。それ教会立ち上げる前は一人で何かやってたの。そうなんですよ、習って、英語のね、加速学習ってことで、加える速度の学習で英語の絵本の読み聞かせを早くやったりだとか、あとはいろんな教科も全部こう何倍速で聞いたりとかっていうこともやってたんですよ、うん、だからそのいろんなことが、その右脳の開発っていうのはすごい大事だなと思って、うん、で絵本のことを知って、最初ね、私もね、日本語の絵本の読み聞かせの時に、うん、読み聞かせるだけでしょとか思ってたんですけど、うん、いやな、知れば知るほどすごいと思って、でこう、じゃあ私絵本講師やります、これ伝えますって言ったら、もう初回に20人とかバーンって集まっちゃったんですよ。またすごいよね。じゃあ次に、じゃあ1ヶ月に1回はこれ忙しいけどやるようにしますと、また次もバーンって満席になって、なんか出版社からやってくれませんかって声がかかったり、ラジオから声がかかったりして、講師になりたいですっていう方が増えてきたんですよ。じゃあ教会でやりましょうと。どこでやってたの最初。最初ですか、教室だったり、それこそタマプラザのあそこの会場です。あ、そうなの、はいはい、なんで今タマプラザに出たかっていうと、あれ何年前、あ
何年前だろう、5、6年前かな、6年前ですよね、5、6年前にタマプラザで北原さんのね、もうこのメディカスでもおなじみのおもちゃの鑑定士のね、北原照久さんが講演会をやるっていうんで、で僕はそこへ行って、そしたらガランガランだったわけですよ会場が、ね、でもうその主催してる方々のあんまりそうやってなかったみたいで、うんうん、これは俺まずいと思って、ね、その場ですよ、その場で Facebook とで、あの今タマプラザ北原さんの講演会来てます、もうすぐ始まります、もし近くにいた方来てねとか言ったら来たんですよ、たまたまそれ見てそうすぐ近くにいた、すぐ近くにいたから、はい、あの時にあれ見てね3、4人来てくれたんですよ、そうでしたね、そう、うん、それででも会場は意外とスカスカだったんだけども、北原さんがまたねいいこう話をね、泣きました、泣いたでしょ、僕も泣いちゃったよ、もう本当にいいお話でね、素晴らしいですよね北原さんね、そうで、その時に来てくれて、それがタマプラザだったんだよね、うん、そうなんです、あの会場でやったりしました、あの時に実は来てた一人が原博樹くんっていうマジシャンで、ついこの間の情熱大陸出た彼なんですよ、彼は18歳の時にラスベガスであの最年少でマジシャンの賞を取って、今29歳なんだけど、ついこの間の日曜日の情熱大陸に出たのが原博樹くんってマジシャンで、彼その時来てて、じゃあどっかで声かけね、そう、彼はその頃、まあ、まあ、あの向こう行ったらこっち来てたりして、今みたいにもうバーってじゃなかった時なんだけど、やっぱりそれも北原さんの声で、あといやその時そういろんな方が結構そこ来てたんでね、そうまあということでね、はい、そんなことがあって今そういう話をしました、はい、ね、沢田京子さん、こんばんは、途中からですけど間に合いました、大丈夫です、ありがとうございます。近藤さん、子供に絵本あまり読んでないので、孫ができたら必ず絵本たくさんも絶対読んでください、ね、本当に全然違います。子供さんに普通に読めばいいの、はい、なんかあるのね、やっぱ読み方のポイントがあります、あちょっと教えてほしいな、はい、ですね、まずですね一番大事なのです、ね、うん、あんまりね子供だからゆっくり読まなきゃ分かんないと思ってるでしょう、はあ、違うんですよ、なんとかでみたいな、違うんですよ、違う、普通で自然な、この話してるこの会話のスピードで読んでほしいんです、はあ、うん、そうなんだ、で声色も変えなくていいんです、そのまんまただ読むんです、もちろんねその世界観を表したいから、あの自然にゆっくりになったり自然に声が高くなったりするのはいいんだけど、その読み手によってクマの声だからゴーって言ったりとかそういうの必要ない、あ必要ない、ね、それをすると自分のフィルターを通すじゃないですか、そうだよね、じゃなくって子供は自由にそこからイメージ、イマジネーションするね、そうなんです、なるほど、間違ってるんですよ、うん、だからそんなこともねお伝えしてる、でも実はですね、うん、大人にも効果が、大人にも効果がある、大人はほらもう右脳がね、うん、感性や感覚が鈍くなってるでしょ、はいはいはい、うん、でも絵本って読んでる時に理論で考えたりとか、これはこうであでって理屈で考えないじゃないですか、ただそのまま右脳に入れて感じてるんですよ、感性や感覚を刺激してるんですよ、なので大人も絵本は泣くし気づきがあるしすごくいいんです、なるほど、じゃあ大人にも勧めるの、大人のための絵本の講座いっぱいあります、あそうなんだ、はい、その中の一つが絵本で読書会です、あ絵本で読書会っていうのあるの、うん、うん、あるんですよ、それを今回プレゼントさせていただこうかなと思って、さっきね地方の方のところには行けないなとちょっと思ったので、はい、関東圏でお願いしたいなと思います、関東圏、はい、絵本の読書会ね、読書会、へえ、なるほどね、大人にこそ絵本です、うん、うん、山下めいこちゃん、鹿児島です、ありがとうございます、えり先生素敵です、お話がぐんぐん入ってきます、ありがとうございます、ね、ヨネちゃんおっしゃるような絵本の明確なメリット、そして将来にどのように生かされるのかが見えました、ね、前にメディカスでおっしゃっていたタマプラザの北原先生の講演がここでもつながってる、そうなんですよヨネちゃん嬉しいね、遠藤チカちゃん、水子さん、エリ先生こんばんは、楽しくお会いしてます、ありがとう、ナオコちゃん、エリ先生沖縄から山直です、はい、そう、楽しくお話聞かせていただきます、ありがとうございます、すごいね今日みんなすごいね、コメントありがとうね、本当にね嬉しいわ、だって今さっきのね、うん、絵本メンタリング協会、うんうん、会員講師の方何人ぐらいか、11月1日現在で世界にいろいろいるんですけど、イギリスとかシンガポールとか、すごいな、は
はい、台湾とかドイツとかいるんですけど、うん、日本国内は北海道から沖縄までで270人。すごい、ね、本当だって2年でしょ、まだ2年です。2年、3月だから2年半かな。いや、すごいわ、エリさん働きすぎだよね。働きすぎ、すごいよね。でもね、楽しくって。あ、でもね、それが一番だよね。自分が働いてるっていう感覚がなくって、遊んでる感じ。いいね、好きなことね。そうなんです、うん、遊んでる感じ。でもそれが一番だよね、うん、で、さっきちょっとお話したけど、うん、はい、僕の何、息子の話って何。そうなんですよ、私ね、うん、水越さんと初めて会ったの8年前なんですよ、うん、で、それって F シャープファクトリーっていう、うん、あのイオちゃんのバックで踊ってたキャプテンの、ね、いや、キヨネと山本恵子ちゃんのキャプテンの2人が F シャープファクトリーで女性のね、あのプラットフォームみたいなのをね、そう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 、ボランティアで全くやってたんですけど、その時に水越さんがね、ユーストリームをやった方がいいよって言って、そうそうそう、来てくださって教えてくださったんですよ。僕が番組やってて、そこにゲストにも出てくれて、うん、私たちもやるって言うんで、僕が教えてあげに行ったわけですよ。そうです、ね、そうです、うん、でその時にね、あとね、フェイスブックの使い方なんかも教えてくださった。あ、教えた教えた教えた、ね、うん、でその時に水越さんがね、毎日ねってお家に帰った時に、ね、あ、今日も楽しかったって言うんだよねって言ったんですよ、うんうんうん、普通の人は、あ、疲れたって仕事でね言うんだけど、あ、今日も楽しかったって言うんだよって言ったから、えー、って言った。だって子供はそれ聞いてるでしょって、社会に出るのは楽しいことだって教えてあげなくてどうするのって言われて、この人すごい素敵と思ったの。そんな風に思ってたの。思いました。全然知らなかった。なんて素晴らしいと思って、でその後におっしゃったのが、うん、あのね、Facebook とかでもね、もずくんの落書きをね、うん、息子のね、シェアしてくれて、うん、ですごいなと思って、僕はもうこれだけできてたらいいと思うんだよ、好きなことやってたらいいと思って、授業全然聞いてないんだよね、こんなことばっかりやってるんだよ、はっはっはって言ってました。でそれ見せてくださったんですよ、どう見たって私こうつまめるような気がして、あ、そう、でもノートにただの落書きなんですよ。そうで、それもすごい私感動して、こんなことばっかりやってんだよ、これ好きなんだよねというか、いつもそんなことだったらもう寝ないでもやってるよっておっしゃって、うん、もう学校行ったら寝てんじゃないかなと思って、はっはっはって笑ってらした。僕そのでした。そうです。でそれも素敵だなと思って。そう、そう、それでね、それが多分息子はまだ中学校の時だった。そうです、そうです。でその息子今ね21歳なんですけど、高校一昨年卒業して、うん、今年株式会社作って起業してね、高校卒業してすぐ起業して、実は高校の時にそのジオラマっていうね、本物の6分の1のこうミニチュアみたいなのを作って、ツイッターでもうすごいバズって、もうテレビ局から取材が来て、だ高校の時点でもうテレビ局全部出るぐらいで、それで実はなんでジオラマ作ったかっていうと、その羊のショーが好きでね、うん、そうだった、そうだった、おっしゃってました。で、あれを自分で作りたいって言って、うん、その背景を作るためにジオラマ作ったんだけど、うん、そのコマ撮りアニメーションをインターネットで情報収集して、誰も教わらないで3分間のコマ撮りアニメーションを初めて作ったら、それがあのアジアの映画祭で18歳からグランプリを取ったんです。で、そういうことがあって、まあ、今は結局ね、そのさっき言ってたほら、いたずら書きね、中学校の時に授業中いたずら書きしたのが、実は今トリックアートって言って、それが実は仕事になっちゃってて、いろんなとことコラボするでしょ。スタバと、そう、スタバとコラボしたり、この間あの今ね、あのあれですよ、あれなんだっけ、ファミマじゃなくてセブンイレブンじゃなくてローソン間違えちゃいけない、ローソンで売ってる、うん、あの飲料ね、うんうん、小さいパックの紙のラフランスっていうのがあるんですけど、うんうん、それがね、トリックアートでこう書かれてるんだよね、パッケージ。あとテレビ番組の中にもなんか出たでしょ。テレビ番組、日テレの、 あの弁護士のね、彼が出た番組の中にそのトリックアートが毎回毎回ちょっと出てるのね、仕事にしたりとか。なんか親戚のおばちゃんみたいな気持ちで。あ、本当に見てました。いやー、ありがとうございます。でね、こうおっしゃったんですよ。まだそれからね、どっかでまたお目にかかった時にね。いや、好きなことをやって伸ばしてあげたいし、なんかそれがいいんで、ウキウキしてて楽しかったらっておっしゃって、僕なんかさ、テストで0点取ってきた時にさ、どうやって褒めようかなって思うんだよね、名前綺麗に書けたじゃんって褒めるんだよっておっしゃったんですよ。そう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 、そう、それもまた素晴らしいあのね、小学校の時にね、小学校で持ってきたテストがね、最初は丸が1個だったわけですよ。100点満点中6点、
でそのテストを持ってきてね、息子がうなだれてるとき、僕はそれを見て、この一個もよく分かったな、素晴らしいって褒めたわけね。ね、頑張れよって言って、そしたら次の時持ってきた時に0点だったわけ。で、0点でね、最初何って言ったかっていうと、これを持ってきて、お前の雪は素晴らしい、お前の雪は素晴らしい、でも、ちゃんと名前もきれいに書けてんじゃないかって言って褒めたわけ。で、その後に100点取ってきたことがあったの。おお、でもそれは、クラスでみんな100点取るようなテスト、うん、でも100点取ってきたけど、うん、そしたらうち神さんに僕がね赤飯炊けっつって本当に赤飯炊いてお祝いだっつってお祝いしたわけ。だからなんかそういう風にしてこうよ ね, ねそうだからね、三越さんとね、私もほらずっとママ塾だとか塾で関わってるお母さんたち見てるとね、やっぱ大人が作る世界の中でしか子供は生きてないわけですよ。なんか大人が変わらないと子供は絶対変わらないんだけど、ママたちは問題があるのは子供だと思ってる。うん、そうね、違う大人だよって。そうなんだよね、うん、自分たちも嫌なこととか不得意なことずっとやれって言われたらね、自分の良さも消えちゃうでしょって。そうでもこれからの時代は絶対違うよっていうのをずっと言い続けてきたんですよ。素晴らしい。うん、だ小学校の時うちの息子はとにかく勉強嫌いだからね、うん、勉強しないわけ、うん、ね、うん、で0点とか取ってくるでしょ。でみんなが塾行きだしたから、お前もそろそろ塾行くかって小学校の時4年の時聞いたわけ、はい、したら死んでも行かない、うん、じゃあお前何したいんだって言ったら漫画描きたい、うん、分かったっつって漫画キットを買ってあげたわけ、うん、それは原稿用紙とかペンとかね、うん、そういうのが入ってるわけ、漫画家になるための、うん、でその原稿用紙に初めて8ページで息子が漫画を描いたわけ、ペンでカリカリやって、はいはいはい、でそれを僕に 見せてきたわけ。めちゃめちゃうまいわけよ。俺感動して会社に原稿用紙持ってきてスキャンして、うんうん、ネームをパソコンで打って印刷して製本して20冊作ってあげて、これ明日学校持ってこっけっつって、そして紙袋に入れて息子が持ってったわけ。そしたらこうやって出したらみんなが、あ、僕も欲しい、私も欲しいっつって、隣のクラスからもいっぱい、私も欲しいとか言って、先生がそれをバンと教室の前に持ってって、みんなこれ水越君が作ったすごいなっつって、先生も素敵、そうすごい素敵だったのよ。それで息子は自分で作ったもので人に喜んでもらえるって体験をしたわけよ、ね、だからそのそういうなんていうかこうで、その時に帰ってきて息子はお父さん全部売れたよって売ったわけじゃないんだけどね、わかった増刷だって言って、うんうん、また20冊作ってあげたわけで、裏にちゃんと荷刷りって書いてあった。あ、でもそうやって増刷してちゃんと3釣りとか4釣りまで書いて作ってあげたの。そしたらね、さ一昨年本当に息子は本を出版して本当に増刷したんですよ。だからやっぱりそういうのを本当にこう体験させてあげるっていうのかな。でもね、いかにね素敵な大人と巡り合うかによって子供たちの人生はすごい変わると思うんですよね。うん、確かに、ね、そう。だから今それをね、うん、やってあげて、いろんな講師を、ね、そうなんですよ、うん、だからずっとね、あのママ塾をやっていて、今年、今日はなんかセミナーがあって見れませんけど、アーカイブ見ますっておっしゃってた平松さん、あ、平松さんね、そう、平松さんが、絶対本を書きなさいっておっしゃって、もう未来子育てで商標登録取りなさいって言われて、未来子育て、未来子育てで、平松さんのお嬢さんもすごい素敵じゃないですか、素敵な子育てをされてるんですよね、やっぱり。で三越さんとか平松さんとか、まあ、私もそうだし、そういう考えを持ってるそういう人たちと一緒に子どもの未来をなんか変えられるような貢献がね、活動ができたらいいなと。で平松さんがおっしゃって未来子育て出したんですよ、申請を。そしたらね、1年かかって取れたんですよ、ね、商標登録。そうなんです、なんか意外ともう誰か使ってるかなと思ったね。そうでね、言われたのが、あの未来子育てっていうのはすごく抽象的だし、いろんなところの教育の場でね、あの使えそうだから、これは個人で使うの難しいと思いますよって言われたんですけど、取れたんですよ。いや、これはやれっていうことだな。そうだね。でもう平松さんが私の本のあれです、表紙を書いてくれてるんですよ。もうね、表紙だけ出してないの、表紙でね。いや、でもそれ大事だよね。そういうね、妄想というか、もう実際にやってみるっていうのはね、うん、大事なことですよ。ね、もう気持ちがすごい嬉しいです。いや、嬉しいね。ありがとうございます。ね、ちょっと待ってよ。あ、みさこちゃんです。みさこちゃん。みさこちゃん、みさこちゃん、ありがとう。うん。わかります。働いてるというよりは楽しんでる感覚ね、ゆうこちゃん、ありがとう。ゆうこりんね。
あ、ゆのちゃん、そう、F シャープファクトリーね、アーカイブで拝見しました、思い出しましたってことだね。素敵なお話です。私も一日の終わりを、ああ、楽しかったって言います。そう、あのね、寝る前はね、ああ、よかったっていうのが、そうですよね。ね、だからかった。夜寝る前に本を読むのはいいんですよ。そうか、そう、そうだってだハッピーね。ストーリーかサクセスストーリーしかないですよ。そうだ、大事だ大事なんでね。すよ。そう、さっきので思い出した、その僕ね、あの家帰ってね、いや、息子はまだ小学校で小さい時ね、あのかみさんも一緒に働いてたから、かみさんと仕事の話するんだけど、いや、今日のあの仕事楽しかったねとかって子供になって言うわけ。僕は意識してたの。いや、自分も仕事楽しかったけどね、わざと意識して言う。そしたらね、息子が小学校3年か4年の時、国語の試験で「将来何になりますか?」って書いてあったの。そしたら息子が「お父さんの後を継ぐ」って書いてあったの。で、その理由はって書いてあって、楽しそうだからって。その時めちゃめちゃ嬉しかった。嬉しかったですよね。まあ、ね、これが進むか少ないかもう別にいいんですよ。まあ、息子も自分の株式会社作ってるし、もう今最近は仕事忙しくてどん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 やってるからいいんだけども、なんかそういうのが伝わってるっていうのがね、すっごい嬉しかったなと思ってね。だからね、言葉かけとか本当に大事だと。大事です、大事だよね。本当に大事です。本講師になった人たちは家庭が変わるんですよ。そうか、本当に変わるんですよ。子供がまず変わる。今日もコメントしてくださってる方がね、もう絵本協会最高って言うんですって、お嬢さんが。なんでって聞いたね、ママがこんなに変わったからって言った。そうで、ご夫婦仲が悪かった人たちとかでも、なんかみんなすごい仲良くなってるんですよ。すごいじゃないですか、絵本効果。そう、大人にも絵本なんですよ。やっぱりね、子供に一番やっぱりあれなのは、そのやっぱ夫婦がね、一番仲良くなるね、一番いいからね。マリコさん、素敵なお話ね、ありがとう。マリちゃん、素敵なお話でしょ。ね、水越先生のご一緒、ジオラマに見たモンスターの作品、マルとマリ、ありがとうね、ヨネちゃんね、ありがとう。あ、浅戸ミヤです。浅戸ミヤさん、ありがとう。ミヤさん、ありがとうね。ミヤさん、ありがとう。浅戸さんね。浅戸さんね。ケイさん、松原さん、好きなことに集中して取り組むことの大切さがよくわかります。なるほど、水越先生の子供を褒める姿勢が素晴らしいですね、ありがとう。本当ですね。めぐみさん、ケイさん、めぐみさん、水越さんの息子さんの言葉がけ素敵すぎて感心してしまいました。ありがとうございます。そうでしょう。みんな嬉しいね、コメント。本当素敵なんですよ。みさえさん、素晴らしい。ただいま今日も楽しかった。子供たちが未来にワクワクしますね、伝えていきます。素晴らしいな。愛子さん、いいお話ね、ありがとう。マリコさん、素晴らしいです。こんな親が増えると子供は伸び伸びと育ちますね。小川さん、素敵な大人と巡り合うことがその人の人生を変えるんですね。素晴らしいです。あ、その子の人生をね、変えるんです。本当そうですよね。美佐子さん、水越さんとエリ先生のお話にとても感動してます。ありがとう。ございます。嬉しいね、これだけね、反響があるとね。でも、そっか、でも絵本はね、家庭もね、そうなんですよ、本当に。子供だけじゃなくてね、子供だけじゃないですね。いや、でも分かるね、今ね。だから、まあ、どうしてもそのテレビっていうものはもう本当にどちらかというと悪いニュースとかネガティブなニュースが多いから、それね、洗脳されちゃいますよね。だから、それをシャットダウンすることはすごい大あるね。子供さんといる時とかね、せめて食事する時とか、子供さんといる時はやっぱりコミュニケーションを取るようにとかね。で、寝る前は絵本。そう、絶対ですね。で、あとやっぱりその絵本の中の、なんて言います、いろんな素敵な言葉があるじゃないですか、それはやっぱりかけてあげるといいですよね、子供にもね。だから会話が変わってきたりします。あの、うちね、娘も絵本講師なんですよ。すごい。でね、私孫が生まれたんです。マジで。はい、もう満3歳になるんですけど、もうね、その孫がお腹の中にいる時から絵本読んで、それでずっと病院から退院してきてからもずっと絵本読んでるでしょ。1ヶ月に約1000冊読むんですよ、うちの孫ちゃん。すごい。でもね、タッタカタッタカ読むんでしょ。で、夜寝る前に、あ、それね、自分で一人で読むと、違う違う、ママが読んで、娘が読んであげるんですけど、だから私も行くと、だからもうちっちゃい言葉喋んない時から機嫌が悪くなると絵本持っていくと機嫌が治るんですよ。で、夜寝る前とかにこんな持ってて、これとこれとこれとこれ自分で選んで、これだけ読んでねって持ってくるんですって。母親の方がこんなになりながら読んでるって言って、
しっかり読んでとか言われるらしいです。でなんか読めなくなると全部あの字は読めないんだけど全部覚えてるから読んでくれるみたい。逆に、うん、言葉ものすごい早いですね。はい、早い、めちゃくちゃ早いです。あの検診とか行くとすっごい早いですって言われるみたいですね。絵本って、うん、その大体何歳ぐらい対象にとかってあるんですか。うん、もうだからお腹の中いる時からずっと読んだらいいですよね。で、ね、小学校の 5,6 年生でもちょっと反抗期入ってきた子ぐらいにも難しい絵本を読んでたらね、絵本読んであげてって言って読むと落ち着いたりするんですって。だって今刑務所の少年院だとかそういうところにも絵本置いてるんですって。読み聞かせしたりしてる。で高校生でもちょっとこう荒れてるような学校とかも絵本を置いとくんです、図書室に。そうするとその子供たちは愛されてないんじゃないかっていうところから来たりするでしょ。で絵本を読んでると、あ、この絵本ちっちゃい時そういえば読んでもらったなとかっていうことをふっと思い出したり、愛されてるんだよなっていうことをちょっと感じたりするだけで変わってくるらしいですよ。深いんですね、はい、絵本ね、はい、で今ねその絵本講師を増やすべく、はい、エリーさんは、はい、まあ、全国でね、はい、ちょっとこれね、まあ、最近もあるんだよね。はい、あります。なのでずっと満席になっちゃったので、そうだ、今12月7日まで増席して、うん、受付をしています、ね、東京会場12月7日とかね、はい、ありますから今ねそのリンクをね貼りますんで。ありがとうございます。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、今一人でやってますからね、ちょっと皆さん温かい目で見てくださいね。どれだ、これだ、あ、視聴してたら息子が一緒に見始めました。今日も絵本買ってきました。息子ちゃん、ありがとう。さ沢田さんとかな、うんうん、ね、沢田君ありがとうね。ありがとうございます。はい、家庭もですが、家庭もですが、そうですよね、うん、ももんちゃんはですね保育士さんなんですね。家庭もですが、なるほど、保育教育にも絵本です、はい、もう確信しかないって書いてある。なるほどね。そうなんだ。伊坂武俊さん、こんばんは、ありがとうございます。あとは福島さん、ありがとうございます。上野貴子さん、ありがとうございます。ありがとうございます。これなんだっけ、何セミナーってのこれ、これか、絵本メンタリング特別セミナーですね、うん、絵本メンタリング体験セミナーと絵本講師、はい、説明会で今ね、あのちょっとリンク貼るからね。ありがとうございます。よいしょ。今これね、スマホだとリンク生きてないからアーカイブで後でね見ていただければ、パソコンとかで見ても、まあ、検索すれば出てくるでしょ、これね、出てきます。はい、絵本メンタリングで検索すればね、はい、出てくると思いますんでね。伊坂さんね、ありがとうございます。ということでね、いや本当いいお話ですよ。で今はその講師は誰でもなれるんですか。誰でもなれるんです。あのね、その教会を立ち上げた理由のね、うん、もう一つの理由がですね、うん、そのママたちがね、女性が本当はいろんな能力があると思うんですよ、うん、だけど私なんかって言ってる方がすごく多いので、うん、やりたくもない仕事をやってる人がすごく多いんですよ。だからそういう人たちが輝いてほしいなと思ったんです。で絵本が好きって、貢献したいなって思ってくれる人に誰でも講師になってほしいと思ってるんですよ。でそれをすることによってこう豊かさが循環していくじゃないですか。自分のその貢献が豊かさに、相手の豊かさにつながって、うん、それがこう順繰りして自分のところに返ってくる、収入としても返ってくるっていうことで、自分が貢献できる人なんだとか、自分らしさで絵本講師だって、もう講師それぞれの持ち味がありますよね。それで貢献してるんだとか、自分はこういうこともできるんだとか、先生って呼ばれたりとかっていうことで、やっぱりもっとこう自己肯定感を上げてほしいし、でもっともっと周りの人に夢を与えてほしいしっていうので、もう一つの理由としては本当に女性を輝かせたいって思ったんですね。なのでその2つの理由があって教会っていう形にしたんです。なるほどね、素晴らしいですね。まあ本当にね、今日も初めて、ね、この話を聞いてる方も、
興味があったら、はい、ぜひね、ぜひそのセミナー&説明会に、はい、Zoom でもありますので、はい、あの遠方でも参加できますからね、はい、ぜひご参加ください。さあということでここではですね、あと私の方からもちょっ と私の方からもちょっと私のコーナーを5分ほどさせていただきたいと思います、はい、こちらです。はい、ということで私今ですね、まあ実はエリーさんもね私のセミナーに参加してくださったことがあって、はい、私は今、まあ、動画のね活用で、あのいろんな方にこの動画をどうやって、ビジネスで使っていくかっていうことを皆さんにお話をさせていただいているんですけれども、ちょっとそのねことをお話をさせていただくと、私今あのですね、ちょっと待ってね、ここじゃなくてどれだっけな、ちょっと待ってね、一人でやってますからね、ちょっと待ってくださいね。あ、これじゃないな、こっちか、これか、あれ、ちょっと待ってね、あれおかしいな、さっき用意してたんだけどな。あ、いじかおりさん、素敵なお話ありがとうございます。読んでください、ありがとうございます。あ、かんちゃんと見てくれてるんだね、ありがとう、ありがとう。あ、ドイツから見てくれてます。そう。本当ドイツから。ハコちゃんありがとうございます。どういうお知り合いなんですか。絵本講師です。ドイツの絵本講師。どの方？ようこさん、ようこ浅野さん。すごい、ありがとう。ありがとうございます。ドイツからありがとう。コメントにて息子が喜んでますってことね。沢田君ありがとうね。ありがとう。水越先生の動画でお金の仕組み作り無料。あ、ありがとう。ちょうどその話をしようと思ったんですよ。ありがとうございます。やっと話ができる、あ、出てきました。私がね動画活用でお話ししてるのは2つ、皆さんね、これからの時代は動画大事ですよということで、動画活用するにはこの2つを使ってくださいということでね、一つはねライブ動画なんです。今これやってるのライブ、ライブです。キヨネたちがやってたのもライブ番組ね、やっててゲストにも出たことありますね。このライブ番組なぜいいかというと、嘘偽りがないからです。こう編集加工できないから、ありのままが伝わるということ、うん、あなたのありのままを伝えるにはライブ番組ね、今ね大体動画活用しますよって言って YouTube、 皆さんどんどん YouTube やってください、うん、YouTube 大事ですよ、すごく。これがブログに変わるぐらい大事なんだけども、結果効果が出るまですっごい時間かかるわけ、すごいかかる、まあ、半年とか1年とかかかる。でそれで皆さんなかなか効果が出ないんで放置状態になっちゃう。だから僕は YouTube まず始める前に折れない心を学んでくださいってよく言うんだけども、まあでも大事ですよ。でもそれよりもこのライブ番組やると、この1回の方がもうファンができちゃいますから、このコミュニケーションでね。だからライブ番組すごく大事ですよっていうことと、もう一つはね、オンライン講座作ってください、あなたの経験というのはお金になるんですよ、人のお役に立つんですよ、それを動画にまとめるってね、もうそういうのも使ってますでしょ、もうすでにね、はい、動画重要性はもう分かりますね、もうちょっとちゃんとやれよってね。いやそんなこともクオリティやね。いやね、でオンライン講座、はい、私はオンライン講座を作る、そのコンサルティングでね、そのオンライン講座を作りましょうということで、まあいろいろお役に立たせていただいてるんですけれども、そのねオンライン講座、とかそういうものを学ぶためにですね、私はこういうのやってまして、今ですねFLTV、 これスマホ1台でライブ番組ができますよというね、そのマスタースクールっていうのをやってます。6ヶ月かけて、オンライン、すべてオンラインです。すべてオンラインで、まずオンライン講座を見てもらうので、好きな時にね、自分のタイミングで学びながら、で、質問してもらって、で、月に1回 Zoom やるから、みんな、その何人かで一緒にやるから、そこでつながったりして、とにかく楽しく学べる。これこのライブ番組を皆さん持ってください。始めましょう。ゲストを招きしたライブ番組をやりましょうということで、 FLTV マスタースクールというのも今、ちょうどやってますね。でその FLTV マスタースクール学ぶために、実は今ですね Zoom を使って無料勉強会やってます。今、12月までは無料でやってますので、今ヨネちゃんが、ね、リンクしてくれたのはこのリンク先なんですけども、全国どこからでも参加できます。12月はね4回か5回設定してますから、全部同じ内容ですから、ご興味がある方はね、ぜひこれにご参加いただけたらと思いますんでね。でこんな感じでねやってます。
Zoom を使ってますからね、だいたい4人とか6人の少人数でやってますから、楽しくね、無料でできますんでね、こちらの、QR コード読み込んでいただいて、アーカイブで見てる方もね、これ読み込んでいただければ、そのリンク先、申し込み先がね、分かりますんでね、ぜひ受けてみてください。よろしくお願いしたいと思います。さあ、ということで、はい、ありがとうございました。ということでね、私のコーナー終わります。エコちゃん見てくれてる。どこほら。あ、本当だ、エコちゃんありがとう。大きいエコちゃんっていうのが、あの私のね、門下生で、元気が出る TV っていう、やっぱりライブ番組を始めたんですよ。でそのエコちゃんが、実は。私の、塾の生徒さんのお母さん、ね、だったんですよ。つながってます ね。びっくり。ね、彼女の番組にも出させていただきました、だから。え？嘘？え？文科生の番組見なくちゃ。あれ？そうでしたっけ？いや、コメントしてくださってました。はい、水越さん出てたね。そうです。出てた。してくださってそうそう。だからどういう縁かなっていうのを。で、その時にやっぱり子育てのこと一緒にやりましょうってあそこのコメントでも書いてくださって。私は忘れます。ごめんなさい。そうね、はい、ありがとうね、はい、びっくりした。さあ、ということですよね、はい、さっちゃんね、沖縄の方ですね、さっちゃん、ありがとうございます。先生、素敵な話ありがとうございます。ということでね、絵本のキャンドルサービスを動画ライブ配信感謝です。何、絵本のキャンドルサービス。私がいつも言ってるんです、絵本のキャンドルサービスをしていきましょう。キャンドルサービスって、ね、自分の日を与えるけれど自分の日はなくならないでしょ。キャンドルサービスね、うん、でそれがたくさんになったらよもっと明るくなるでしょ。なるほど。絵本のキャンドルサービスしましょうって、ね、ありがとう、素晴らしい、ね、あ、ゆねちゃんありがとう。このね、 LINE アットに登録してもらうとね、私のセミナー動画無料で今見れますからね、うん、ぜひ登録してくださいね。ワクワクオンライン講座もね、とゆねちゃんありがとうね。これも4980円で売ってますから、動画20本ついてますからね、ありがとう。もうヨネちゃん本当ありがたいわ、ありがとう、あなたいつもながら。あさみさんありがとう。あさみさんっていうのも僕の門下生で、ホーミズ TV っていうのをね、愛知県安城市でやってる女性専用サロンをやってる方なんですけどね、ありがとうね。なんとね、あ、村井さんありがとう。こんばんは、今から見ますねってことでありがとうございます。いやー、今日は本当でもいいお話でした。でもね、これからの子育てされる方すべての方に伝えたいね。本当ですね。あのハワイで講座させていただいたときに、日本人会の、ね、代表の方がいらっしゃったんですけど、すべてのお母さんに聞いてほしいですとおっしゃってくださったんですよ。本当そう思うもん、うん、ね、いや本当に思うわ。すべ、ね、ての家庭で寝る前に読み聞かせ、ね、絵本のしてほしいな、ね、本当スタンダードになってほしいなと思ってるので、行政機関からの要請でも、もう本当にあのボランティアで行かせていただいて、本当そう思ってるんですよ。未来子育てですよ、それこそ。未来子育てだよね。だから僕もその、ね、さっきも話しましたけども、小学校の時全然勉強しなかったでしょ、うん、でも漫画描きたいって言うからずっと漫画描かせてたわけ、うん、ね、ずっと漫画描いてるわけですよ。そうすると友達からも認められて、先生からも認められて、うん、水越、今度はあの生徒総会の表紙をちょっと描いてくれとかってね、でそういうふうに、でそしたら今度高校を受けるときに先生から、お前にぴったりの高校あるけどこう行くかって言ったのが美術系の高校だったわけ。そしたら息子はそこ行ったらずっと漫画描いてればいいと思ったらしくて、うん、お父さん僕はこの高校行きたいっつって、いやお前それ今のお前の成績じゃ無理だよね、本当に結構高かったから無理だよって言ったら、うん、僕は塾行くっつって、そこで自分から塾行きだしたの。だから卒業するときはもう本当に90点以上の取ってたわけですよ。だからやるときはやるんだなと。そうなんですよ、本当に。そうやらされるんじゃなくて自分がやりたいってならないとね。だからね、息子はだからゲームとかもあんまりやらなかったんだけど、うん、それはね、小学校の時ね、遊びたいだけ遊んだからね、もうすっごいそれでもう良かったって言ってた。満足したんですね。満足したって、ね、で、まあ大学は行かないで高校卒業して、うん、まあ、起業して、うん、今、まあ、株式会社を作ってね、うん、やってますけれどもね。そういうお子さんがもっともっと増えていくと思うんですよ、これからの時代ね。そうだよね。だって職業いろいろなくなっていくわけだし、そうしないと逆に言ってその自分の好きなことで起業して、自分の好きなことで生計立てて豊かになっていって、そしてまたその豊かさをみんなにね、あげれるような、そういう子がいっぱいになったら日本すごい素晴らしい国になると思うんですよね。だからその小学校の時でも、例えばね、本当に勉強が好きだとかね、うんうん、なんかその
数字がすごい好きだっていうか、うん、そっちを伸ばしていけばね、そうそうそういいわけだしね。そうなんです。だからそういう個性、その子が本当に どこが好きでどう伸びるかっていうことを見極めてくれる大人がね、そうですそうです、うん、でそれをちゃんと認めてね、そう認めて伸ばしてあげようってこう見守れる、認めて伸ばすっていうのは ねそういう人がたくさん、でも私は変わってると思うんですよ、時代が確実に。そうですか。変わってると思うので、うん、そういうママが絶対たくさんなってくると思うんです、うん、ね。ね。だよね、うちの場合は うちのかみさんって割ともう小さい頃から勉強もできてて、うん、割とこう A 型でもきっちりしてるのね、うん、で息子が勉強しなかったりね、うんうん、それにまず衝撃を覚えたわけよ、うん、勉強しないってことにね、うん、男の子で、うん、で中学校の時にも全然勉強しないわけ、うん、で2とかさ、うん、ね、うん、でテストでも1学期1年の1学期のテストで木の絵が書いてあって、うん、英語で書けって書いたら KI って書くわけよ、ね、木って書いてそう、すっごいそれで神様心配して僕に言ってくるわけ、もっとこれ大丈夫かしら、うん、で僕が言ったわけ、いや大丈夫だよ、中学校は低学も退学もないから大丈夫だよって言ったら、それにまた衝撃を受けてこんな考える人がいるんだと最初はそうだったんだけど、うん、まあ、だんだん感化されてきてね、あれしたんだけども、ね、でも今なんかいいですよね、3人でね、家族がね、そうミーティングを ね家族会議って言った、ね、近くのデニーズでね、うん、月に1回だけそのちゃんと顔を合わせて、うん、その先月の報告とか、うん、今月はこうしようっていう話をしようという時間を設けようと思って、うん、素敵です。結構男って聞いてるようで聞いてないですから、そうです ね女性の話を聞いてうんうんうんって言ってる お父さん大体だと思うんですけど、あれ聞いてませんから、本当です、ね、だから目を見てしっかり話し合うコミュニケーションを取るっていう時間をねやっぱ取らなきゃいけないと思って、うんうん、僕は月1回 あのモーニング家族会議っていうのをねやるように始めたんですけど、ね、素敵ですよ、本当素敵ですよありがとうございます、ね、本当、村井さん、僕はあまり本との思い出がないと。そうなの、う村井ちゃん、上野太郎さん、あれ山野さんってすごく可愛い声ですね、ありがとうございます。いや本当でもそうね、そうですか、昔から昔から声が昔から声が声変わりはしてないと思いますお二人コラボの講演会やりましょう。そうですよ、やりたいね、やりましょうよ、やりたいですね。松原さん、絵本の話はもちろん水子先生の親が子供の関係をどう持つかという話も大変参考になりました。私も子供のことをもっと認めていきます。そう、認めてあげてね。だから僕その小学校の時にね、うん、例えばそのさっきも褒めたじゃないですかね、褒めて、うん、で大丈夫大丈夫、お前大丈夫だからって言ってあげたんですよ、ずっと意識して、うんうん、で断るごとにお前天才だよ、お前無限の力あるよっていつも言ってあげたのね。そしたらね、やっぱ二十歳過ぎてこう今仕事してるでしょ、うん、そうするとなんかやっぱり大きな失敗とかミスとかあっても、うんうんうん、自分が大丈夫って思えるんだよね。素晴らしい、そこが大事かなと。素晴らしいですよ、実はそれ絵本でできるんですよ。そうなんだ、絵本で。だからその潜在意識っていうか、まだその右脳がね開花してる6歳ぐらいまでの間に、まあもうちょっと経ってもいいんですけども、うん、絵本が大丈夫大丈夫とかありがとうとか、そうか、必ずハッピーストーリーとサクセスストーリーになってるんですよ。だから何かいろいろ紆余曲折あっても最後はうまくいくって、空気がなくなるって心配しないじゃないですか。それと同じように思ってるんですよ。そうか、絵本のね、いつも読むとね、そうなん、それ大事だよね。大人もそうです、うん、大人もたくさん読むことで、まあ、子供よりは時間かかるかもしれないけど、そういうこともあると思うんですよ。だからこんな風に遊んでるように仕事しちゃう人ができちゃう。そう、いや僕も本当好きなことやってますからね、今ね、大変な、いろんな大変なことありますよ、あるけどもね、やっぱり幸せだよね、本当にね。トシナさんありがとうございます。水越先生のご家族はすごく素敵なファミリーですね、ありがとうございます。素敵、なるほどね、うん、はい、あ、いろいろね、あの皆さんコメントしてくれて本当ありがとうございます。いや嬉しいですね、ありがとうございます。そしたらですね、最後に、はい、私から歌のプレゼントをね、これ毎回ね、あの生歌をさせていただきまして、私のその番組のテーマソングをね、はい、キャッチアウェイという曲、これね
僕が32歳の時作った曲なんですよ。あのオープニングで流れた曲がそうなんだけど、はいはいはい、あの僕が夢が叶わないでも落ち込んで落ち込んでる時に自分への応援歌として作った曲を50過ぎてこの番組始まってから歌い始めて、それで CD にもなって、うんうん、そうですね、ということで今この番組でね、うん、歌わせていただいてますんで、世界は飛び出そうね、という今からもう32歳の時だから27年前かね、作った曲でございます。キャッチウェイ聴いてください。よろしく。強制的にゲストに聞かせるコーナー、そうだったんですそうだったんです、はい、ありがとうございました。ということでね、村井さん、日本の受験システムの勉強は社会に出て役立つ部分が少ないかな、社会で成功するには記憶力よりはるかに発想力が必要、うんうん、そうです、おっしゃる通りですよね。 AI が記憶力は全部人間が叶うわけないので、ね、そうだよね、はい。伊沢さん、ゲストに強制的にテーマソングを聞かせて伊沢さんまで言ってるよ。京子さん、息子が歌は上手いですねと言ってます。本当ですよね。これから絵本を読んでれます。CD 出してますかね。それぐらい辛いんだよ ね。ライブもね、1年に1回ぐらいね、はい。これから絵本読んで寝ますだって。いいですね。ね、松原さん、あ、ね、はい。都内にブックハウスカフェという絵本がたくさんあるお店が神保町にあるんですよね。また行ってみよう。そう、ここでよくね、大杉さんという方が出版記念イベントをね、はいはい、そのブックカフェというところでやられるんですよ。僕も何度も行ったことありますけどね。
ありがとうよね。じゃあね、メディガスバンドの CD Amazon 売ってますからね、もしよろしかったらご購入ください。これ名前なんて読むんだっけ、この方。さっき俺振り仮名書いてて忘れちゃった。あさとみやさん、あ、そう、あさとさんね、うん、素敵な歌声に元気が出ました。まあ嬉しいな。なんて言い方でしょう、本当に。なんて言い方でしょう。ありがとうございます。僕は絵本というより本を最初から読んでいたんですよ。あ、なるほどね、うんうん、ありがとうございます。もう皆さん今日はすごいね、たくさんの方がね、ありがとうございます。メディカスどうですか、初めて。楽しいですか。楽しいです。ありがとうございます。いっぱいね、歌も聞かせていただきました。いやこの番組をぜひねやっていただきたいなと僕は思ってるわけですよ。皆さんもこの番組を持ちましょうとね、うんうんうん、はい。さあという、あ、いぐささんありがとう、こんばんは、今着生しましたということでね、ありがとうございます。さあということで最後にね、もう一度お話ししておきますけども、まあ、さっきリンク貼りましたけどもね、本メンタリング体験セミナー、はい、&EQ 絵本講師養成講座ということで、説明会ね、はい、これ今全国で、開催しているところで、まあ、絵本 その講師になりたい方ね、はい、ご興味のある方はぜひこちらにご参加ください。今ですと12月7日東京会場ね、10時とか13時とかね、78ですね、78ね、うん、ありますし、沖縄もあるかな、あと追加でまたね、はい、ズーム会場もいろいろと増やしてくださってるみたいですから、はい、ぜひ皆さんね、EQ 絵本、あ、絵本メンタリング協会で検索していただくと必ず出てきますんでね、はい、ぜひ皆さん足を運びいただきたいと、ご興味のある方ね、よろしくお願いします。あ、長谷川ひろみさん、お二人がとっても素敵です、楽しいライブありがとうございました。いえ、こちらこそ本当にありがとうございましたね。さあということでですね、最後、メディカスポーズをですね、はい、してお別れしたいと思います、はい、ちょっと練習しますんでね、ちょっと日本指を出してもらって、火曜の夜を楽しむには、で M を作ります。 M メディカスの M、 M 指こうでいいんですか、はい、はい、M ね、はい、下から出しますよ、はい、メディカツで顔の右下、顔の右下、それでいい表示です、はい、これね、夢叶いますから、開運メディカスポーズ、皆さんも一緒にやってくださいね、夢叶いますから、もう一回やりますよ、はい、火曜の夜を楽しむには、メディカーツで、これ止まってね、いい顔、はい、はい、でいきますよ、皆さん一緒にやってください、今日も講師の方、皆さん、今日夢叶いますから、一緒にやりましょう、いきますよ、火曜の夜を楽しむには、メディカーツ、ありがとう、ありがとうございました。もうね、今日もね、たくさんのコメントいただいて、皆さん本当にありがとうございました。このコメントがあるからね、もう盛り上がる。本当皆さんのおかげですよ。本当です。ありがとうございます。本当にね、たくさんの方が見てくださって本当にありがとうございました。ね。あ、いけない、抽選だ。そう。そうでしたね。トシネさんありがとうございます。もういつも忘れ、ね、みんなに助けられて、ね、抽選はってきましたからね。いい仲間ですね。いや、本当ありがとう。誰といるかって、こういう仲間ってすごい大事ですよね。もういつもね、見てくださってコメントくださる皆さん本当にありがとうございます。それで、プレゼントは、はい、絵本で読書会っていうのを開催しますので、うん、これは、絵本で読書会をエリーさんがそうです、やってくださるので、じゃあ何人か集めてもらえばいいってこと？そうですね、もし何人かいらっしゃったら、4人ぐらいがいいかな、4人ぐらいがね、4、5人がいいかなと思いますけど、はいはいはい、4、5人集めてくださったらもちろんそこ行きます、うんうん、関東近辺でね、関東近辺で、はいはい、できればね、はい、で、あ、そう、夢かなっちゃう、やりました、感謝ですってね、はい、夢かなっちゃうってありがとうございます。今日見てる方で、ごめん、なんだっけ、イベントの絵本で読書会やりたい方、ね、絵本で読書会ぜひエリーさんに来てもらって開きたいという方がいらっしゃいましたら、今コメントいただいてもいいですし、終わってから、私の方にメッセージをいただいてもいいので、本で読書会、まあ、4人ぐらいでね、集まって、はい、まあ、やれるような、ことをちょっと自分やってみたいんだという方がいれば、うん、体験してみて、はい、それをエリーさん来てくださってね、はい、やってくださるそうなんで、1時間ぐらい半もあれば十分です。1時間ぐらいでお金、ね、はい、ぜひねやってみたいという方はね、コメント、あ、佐藤さんありがとう、ね、まだやってますよ終盤アーカイブ見ます、まだ今まだやってますライブね、ということで、絵本の、ごめんなさい、絵本で読書会
これは絵本で読書会、絵本で読書会を開催したい、4人ぐらいでね、エリーさん来てくださいますので、ぜひ、やりたいという方はコメントもしくは、私にメッセージをいただければと思いますんでね、よろしくお願いします。もしねたくさんの方が来られるようだったらちょっと抽選をさせていただくということにね、させていただきますんでね、よろしくお願いしたいと思います。これは別にそのお子さんいてもいなくても、ね、いてもいなくてもいいですけど、ワイン片手にやってる人もいれば、そういうのでもありなの。そうなんですよ、これは本当に大人の人も面白い、面白いんですよ、だって今多分ご覧になってくださってる方ですね、必ずお子さんがいらっしゃる方じゃないと思う、そうそうそう、男性もたくさんいらっしゃると思う、はい、それでもいいからね。そうなんですよ、絵本で読書会ですよ、皆さん大人でね、ワイン片手でも、はい、そういう会をやってもいいということなんでね、はい、そういうのをやってみたいという方はぜひコメントがね、メッセージ、人気生配信番組日本絵本メンタリング協会プレゼンツ山のエリーさんの、うん、絵本のすすめ、絵本ですすめ配信開始おめでとうございます。ありがとうございます。これ、あ、何言うのじゃ、これをやってくださいってことなのね、はい、これからね、あ、そういうことね、素晴らしいね。あ、長田さんありがとうございます。長田さんっていうのもね、今 FLTV マスタースクールのね、うん、受講生で番組をね、もうプレ配信やったかなね、やったね、はい、長田さんもこれからよろしくお願いしますね、はい、楽しく拝見させていただきましたということでね、皆さん本当にありがとうね、たくさんのコメントね、ということで、もしそうやってみたいという方が いらっしゃいましたら、コメントもしくは私にメッセージをねいただけたらと思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。はい、あ、ということでね、今日は本当は1時間もう半になりますよね、楽しい話ありがとうございました。ありがとうございました。いや、絵本の話本当よかったね、皆さん絵本本当に読みましょう。さあ、ということで最後エンディングになりますけども、エンディングはメディカツバンドの Say Your Dream Make Your Dream という曲を聴いてお別れしたいと思います。最後また2人出てきますので、そのままずっと見ててくださいね、よろしくお願いします。ということで、また来週お会いしたいと思います。皆さん、それでは皆さん手挙げて、さよなら、ありがとう、みんなで絵本広めようぜ、ありがとう、ありがとうございました。何をしてあげられるの、一人の声は小さく、届かない空を見上げて、流れる雲を見てた、今まで歩いてきた道、何一つ無駄はないと、心に詰まった思いを言葉にしてみる、咲きかけた花の上に差し届く光の糸、しながら道を照らすだろう。 Say your dream 聞かせて、君の描く夢、輝く空の下、はい、ということで皆さん最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。エリーさんどうもありがとうね、ありがとうございました。それでは皆さんまた来週お会いしたいと思います。さようなら、いい週末をお過ごしください、いい週末じゃないや、1週間お過ごしください、さようなら、ありがとう。